こんにちは、リュージェルマーケティング部開発チームの葵です。今回ご紹介する動画はスズランネイルをご紹介したいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。今回使用するカラーはこちらです。27ライナーホワイト、182カリビアンエメラルド、183カントリーグリーン、303クラシックガール、333フレッシュリーフパーツジェルのライトです。筆はこちらの4本を使ってやっていきたいと思います。まずベースですねの303を塗っていきます。オーバルの筆ですね。クラシックガール、パールの色味をしております。そんな派手じゃないのでグラデーションにしても馴染みがいい感じですね。一度塗りをしていきます。固めます。次に2度塗りいきます。2度塗りするとしっかりした色になります。そんなパールっていう感じでもなく程よく入ってて可愛いです。はい、固めます。そしたら次182183葉っぱのところを描いていきます。182トロトロしております。マットですね、両方とも。こっちがくすみ、こっちもトロトロです。次はこちらの筆、葉っぱを描いていきます。先に183くすみの緑の方ですね。そしたら固めずに182グリーンの方ですね、濃い方をちょっとだけ筆に取って、ちょっと混ざる感じ、なじませつつ、ライン出しつつみたいな。ちょっと濃いなと思ったら薄い方も取って、好きな色味ぐらいで馴染ませてください。で、まだ固めずにロングライナーに持ち替えて、183くすみの方ですね、葉っぱとこのところも一緒に描いていきます。両方描き終えたらここで固めます。そしたらですね、一度ここでトップでいつもみたいに仕上げぐらいのお客さんの強度を出してください。この後の工程で強度を出すところがないのでここでお願いします。固めます。そしたら次にですね、葉っぱのこの黄緑のところ、333フレッシュリーフですね。こちらもマットのカラーになっております。トロトロしてるので一度塗りでも塗りやすいです。ラインを描いていきます。もうここ別になぞるだけ、なぞるっていうよりもちょっとずらしてなぞってください。これで固めます。こ
この花びらのところはですね、次27番ライナーホワイトですね。本当に固めです。こちらの筆を使ってやっていきたいと思います。ちょっと頭は丸くして、この両際はちょっと外気味にちょっとしてあげるといいです。真ん中にちょっとちょんちょんと、気持ちやっておいてください。そしたら丸い点々、丸はい、これで固めます。よく固めてあげてください。しっかり、はい、こんな感じになります。もうちょっと立体感が欲しいので、このパーツジェルのライト使ってちょっと立体感を出していきます。シワでいきますね。もうざっくり乗せちゃってもらっていいです。さっきのままこれをパーツジェル乗せずにやる人はもう表面ちょっと未硬化拭いて仕上げでいいと思います。これで固めます。しっかり固めてあげてください。完成しました。こことここのベースはちょっと違うので、これとこれとこれは色はちょっと今日は紹介してないんですけど、ここですね、ここから見てもらうとちょっとぷっくり感があって立体的に見えるので、ちょっと面白いかなって思います。ぜひ参考にしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。